はい、皆さんどうもこんにちは。ベイキャンプの白木とです。はい、ということで今回はですね、奈良県の何キャンプ場ですか？わさまたヒュッテ、わさまたヒュッテキャンプ場の方に今向かっております。天気はですね、あいにくの雨ではございますが、久しぶりの雨キャンプということで楽しんでいきたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ただちょっとね、不安要素といえば夜中の1時、19ミリの雨が予報では降るかもしれないんで、ちょっとその辺だけしっかり対策打って設営していきたいなと思います。思います。おお、すごい、コテージ。あれコテージ、なんかコテージというか、うん、そんな感じのやつ。わさまたヒュッテ、かわいいロゴですね。到着しました。ということでね、今からチェックインしていきたいと思います。よいしょ。はい、ということでチェックイン終わりました。で、サイトの方は、サイトの方はこの奥にあるんですけど、はい、今が簡単に言いますとこちらなので、このままずっと奥に行くとオートサイト、今日使うところがある、はいはいはい、だそうです。以上です。はい、めっちゃ綺麗な、めっちゃ綺麗。シャワー有料500円、受付にてお申し込みください。はい、ということでとりあえず向かっていきたいと思います。はい、はい、ということである程度設営もできてきたから、行きましょう。雨すぎて大変やった、大変やった。結構雨が見えへんやろな。で、県がね、早速問題発生してくれました。ほんまにキャンプしに来たのにテントのポールを忘れました。どんなスタイルでやっているかというと、県くん、このタープの下にステラリッチを置くはずやったけど、これグラウンドシートなんですよ。それからこれ中の本体のやつと、これフライシート、今これ開けよう思ったら、あれポール入ってへんわってなって、テント張れません。もうここであれやな、リビングにして寝るのは車で寝ます、車中泊スタイル。はい、はい、じゃあとりあえず設営残りやっていきます。はい、はい、ということでようやくテント内のレイアウトが終わりました。じゃん。はい、ということでね、結構もう雨なんで、全部中身なんでせせこましくなったんですけど、これコンビニで売ってた DOD のやつですね。こんな中に食器とか入ってます。で、こっちはメスティンとか収納してます。で、サイドテーブルにいつものもどき、でここにクーラーボックス置いて、もうちょっとね、置くとこなさすぎてもう雑なんですけど、おまんじゅうとコンペイトで、ラテルワークスの机ですね。もうちょっと寒いんでね、結構白い木がしっかり出るぐらい冷えてるんで、ムートを持ってきました。あ、もどきで、DIV ホリゾンのサイドテーブルにボンボネロで、いつも通りのカバンボンボンで、とうとうストーブがやってまいりました。で、これがフィールドアのストーブファンで、首振りの機能がついてるやつですね。はい、これ今日初おろしなんで、いつも使ってるあの首振りモードがないノーマルのやつはね、薪ストーブとかで使っていきたいなと思ってるんでね、はい、使い分けて楽しんでいきたいなと思います。で、ストーブがあるということは、はい、やってきました。一酸化炭素チェッカー、今年は国産のやつ買おうかな。で、コットに寝袋、インフレーターマット引いて、で、これ僕の家で使ってる枕です。枕問題にもかなり悩まされてて、今のところちょっとピローがあんまり、はい、こんな感じで。結構雨がね、今すごい降ってて、今ケン君は薪を割ってます。どんな感じ？なんか初めて見るような、いっぱい生えてる。何それ？分かれ、なんかところどころにこんなんが全部入ってるじゃん。目か、なんかな。下火です、あったかい焚き火。ケンはね、さっきも言ったんですけど、今回ステラリッチ忘れたんで、あのバーベキュースタイル、車中泊のバーベキュースタイル、マジで何も障害をするもんないもんな。結構ガラッとしてますね。あ、やっぱり焚き火最高、うん、焚き火いいな、あったかいな。
あったかいな。とりあえず俺もちょっと乾杯してくるわ。多分ちょっと冷えるかなぐらい。はい、ということでね、 BSB ビールいただいていきたいと思います。雨がすごい降りだ。結構ね、冷えてきたんでストーブをつけるかちょっと迷ってるんですけど、先にお米を、今日は炊き込みご飯をしたいなと思ってるんで、お米の方洗っていこうかな。はい、結構暗なってきましたね、ケン君。そうですね。ちょうど来たんで、GoPro回してるんですけど。首がした。そう。ギリはやっぱね、背低いんで、こうなっちゃうんですよね。はい。ということで、はい、もうこっちもね、つけるとこ間違えた。ストーブもね、着火したんですけど、この首振り、すごいです。これ、ケン君も、なんか首振りのやつどっか買ってましたね。持ってます。あれどこのやつやったかな。お米もね、もう今水に浸してます。はい、もう夜はね、炊き込みご飯と鶏とキノコの焼き物みたいなしようと思ってるんで、僕は言ってる間にちょっともう食材切りを始めようかなと思っております。ええ感じに焚き火が、キングたちがええ感じに趣味になってきてるんで、怒ってきてる。うん、もうだいぶ怒ったから、そろそろじっくりウインナー焼きながら、その横でサンマさんを、はいはい、サンマさん言うたらちょっと変やな、サンマを、うん、調理していきますか。調理していきます。結構雨がほんできつなってきたな。そうで、さっきちょっと風も一瞬強く吹いたやろ。そうやな、ちょっと不安やな思ったけど、まあ俺タープだけやしいいかな。まあな、うん、はい、ということで今からご飯作っていきたいと思います。今ね、舞茸としめじ、まあ、しめじはね、もともとこのカットブナしめじ買ってるんで、カットしてます。エリンギ、小松菜って切って、今からこのお肉を、いいサイズかな、ちょっと大きいんかな、半分ぐらいのサイズかなにカットしていって、で、じゃん、はい、この松茸釜飯の素を炊いていきたいと思います。で、今これ2合入れてるんですけど、これ一応3合用なんですけど、ここにね、よく見たら2合でも美味しく炊けますって書いてるんで、これを使って松茸ご飯を食っていきたいと思います。やっぱね、ヒーター炊くとテント内の温度グッと上がって、ちょっと暑いぐらいですよ。今足元はちょっと冷えるんですけど、はい、ということで作っていきたいと思います。はい、ということで今からね、鶏肉とキノコと小松菜の炒め物を作っていきたいと思います。このフラットバーナーのちょっと面倒くさいなと思うところが、油の飛び跳ねの後処理が面倒くさい。便利やからしょうがないか。これはいつもね、家でアンちゃんがよく作ってくれるメニューの一つなんですけど、すごい美味しくて挑戦してみたいなと思って
アミちゃんに LINE でレシピを送ってもらって、今それを見ながら挑んでますって言っても、意外と簡単な作りで、とりあえず塩コショウで、あとはキノコと小松菜入れて、炒めすぎたらふにゃふにゃになるから、ある程度火が通ったら OK ぐらいで、あとはオイスターソースで味を整えると。オイスターソースとか料理あんましない僕からしたら、いつ使うんやろと思うようなものの一つです。そろそろかな。結構鶏の油も出てきて、焼き目もついてきたんで、ブラックバーナー結構火力強すぎて、弱火が割と中火なんですよね。多分いい具合に火通ったんで、導入していきます。とりあえずキノコ類からいくかな。入るかな。カツカツです。非常にカツカツです。ただこれに小松菜を入れるとだいぶやばい。いけるか。無理でしょう。これは無理でしょう。焼けてるな。焼けてる。さあさあ、炊き込みご飯はいかがでしょうか。いい感じでできてるやん。最高です。じゃあよそって食べていきたいと思います。はい、ということでね、めっちゃ喋ってたんですけど撮れてませんでした。今まで作ってきた、自分で作ってきたキャンプ飯の中でも3本の指に入るぐらい上手にできました。この松茸の元ので炊くご飯すごい美味しいですよ。すごいね、松茸の香りもしますし、うん、これすごくありです。で今回自分で作ってみたこのキノコと鶏肉と小松菜の炒め物、これもすごいいい感じにできました。はい、ということで、もう外もね、すごい雨が降ってきて、ご飯も食べ終わったんで、そろそろ消灯して寝たいと思います。さっきね、この手のひらサイズのガーが、ブワーって入ってきて、もう、めっちゃ怖かったです。はい。明日多分起きた時、8時、9時ぐらいには多分雨止んでると思うんで、片付けは明日やっていきたいと思います。チェックアウトが10時なんで、ちょっと早めに起床して朝ごはん食べて、9時半には完全撤収できるようにしていきたいなと思います。じゃあおやすみなさーい。なんかまた入ってる。おはようございます。現在おはようございます。おはようございます。ようやく起きてきましたね。チェックアウトは9時、じゃあチェックアウト10時です。あと1時間半でご飯食べて片付けして帰りたいと思います。でもケンほぼほぼ片付け終わってるやろ。俺あとタープもぶっ込んで終わり。そうやな。まあとりあえずおのおの簡単にご飯食べて9時45分には出たいな。1時間やばいな。俺も
今ご飯作ってる最中やから、これ食べて終わり。まあそんな感じでいきましょう。はい、キャンプ飯全部美味しい。割と自分で作ったら失敗することも多いんで嬉しいですね。この松茸ご飯の素みたいなやつすごい便利で、昨日も多分その話したんですけど、安丸だしのこのスパイスだし、これをね、お湯に溶かすだけでもオニオンスープになるんですよ。すごく便利で、お肉とかにもかけても美味しいんで、おすすめのスパイスです。とりあえずご飯食べ終わったらもう撤収していきたいと思います。はい、ということで片付けが終わりました。ありがとうございました。もうほぼ絶対落石あったところやもう。はい、ということでただいまね、撤収も無事に終わりまして、で今からお風呂向かっていきたいなと思います。はい、でちょっとこう振り返るじゃないけども、今回のキャンプですね、今もうすごいね青空も見えるぐらい天気が良くなってるんですけど、なんせもう雨キャンプ、久しぶりの雨キャンプ、もうね雨音を聞きながらのキャンプって僕は割と好きなんですけど、下のがね苔、あの忍ぶ苔がこうふわーって一面になってるような、キャンプ場だったこともあって、ぐじゅぐじゅやったね。うん、なかなかずっと雨降ってたらな。そう、けどまだ水たまりって、水たまりはできてなかったけどな。そやな、うん、ぬかるみぐらいよ、うん、ぬかるみぐらい、ほぼほぼおこもりキャンプって感じにはなったんですけど、なんか久しぶりにストーブを使ったりとかで、今回ねなんかあのホーローとか、ストーブファンとか新しいものも何点か持ってきたんで、それも使えてよかったなと思います。はい、ってことで、あれやな、ケンはちょっと今回、まあ俺も一緒やけど、新しい焚き火台が本当はあったんですよ、うん、まあ、あえてちょっと何かっていうのは次回のキャンプでお楽しみというか、使いたかったね、使いたかったな。はい、で、まあ、その焚き火台はね今回ちょっと雨っていうこともあって使わずだったんですけど、次回のキャンプが天気良ければ、おそらく2人とも初使用はい、ということでとりあえず今からお風呂の方に向かっていきたいと思います。はい、ということで今回道の駅の駐車場に今停めて、道の駅併設の杉の湯やったかな、うん、っていうお風呂屋さんに今から行きたいと思います。思います。あれやっぱ杉の湯って書いてるじゃん。はい、ということで今お風呂から上がってきました。今回の Vlog の本動画って言ってんかな、は
多分先週先々週とかで上がってるのかな。ちょっと前回のあの Vlog バージョンがアップされるのがだいぶ遅かったと思うんで、そこは申し訳ありませんでした。はい、ということでね、今回のキャンプはすごいいいキャンプになりましたね。ちなみに今行ってきたお風呂が杉の湯っていうホテルに併設されてるお風呂屋さんだったんですけど、まあサウナとかはないけど、すごい温度とか露天風呂のなんか感じとか良かったな。ほんで貸し切りやったんでめっちゃ最高でした。はい、途中入ってきたじゃん。あ、一人でも被らんかった。一回もずっとなんか頭洗ってはった20分ぐらい。ずっと20分頭洗ってるし、ハゲてどうそう、まあでもほんまにいいお風呂屋さんしたんで、またこの辺のキャンプ場来る機会があったらぜひ寄りたいなと思います。はい、ということで今回もね、長いキャンプ動画になったかもしれないですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ベイキャンプでした。See